どうもアロ78です。今回の動画ではこの南米のアロワナことシルバーアロワナになんとワームを与える動画になります。よろしくお願いします。こちら90センチ水槽です。それではご覧ください。それにしても2匹のアロワナの顔が全然違いますね。体の光沢も違いますね。サイズはだんだん追いついてきたのかな。というわけで久しぶりにオープニングを刻んでしまいました。あのオープニングね、まあ、あの面白がって聞いてくれる人もいればね、通りかかった人にね、あのこの歌何これみたいな感じでよくディスられるんですけど、たまに刻んでいきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、あの知り合いの方にもね、ちょっと中途半端に歌うまいところがムカつくとかよく言われます。よろしくお願いします。というわけでワームですね。ワームをなんとなく掴むみたいなね。さあ90センチ以上のアロワナです。はい、というわけでいきなりワームをね落としていきます。ちっちゃい穴が水槽の上に開いていますので、そこから落としています。みんなが大好きな穴です。よろしくお願いします。でもあの食わないんですよね。食わないんですよ。あ、食った、よかった。というのもですね、昨日かな一昨日かな、この1個前の動画で、まあ、カーニバルとかね、あのクリルとかエビとか与えてる動画をアップしたんですけど、そっから今これ10時間後くらいかな、10時間後くらいですね。というか、もしかしたらお腹の中にまだね、いろんなものが詰まっていてお腹いっぱい状態なのかもしれない。というわけで食べないんですよ、食べないんですよ。つか全然あの顔つきが違いすぎて、こっちなんかいかついスプーンヘッドみたいなね、スプーンヘッドみたいなね、あのアロワナと、あとねチュルンとした顔のアロワナがいるみたいなね。まあちょっとアロワナってまあそんなに顔、まあ毎日見てる人ならわかるかもしれないけど、でこれどうですか、顔違うように見えますか、この2匹のアロワナ。多分ねアクアリウムやっててアロワナよく見てる人は違うと思うんですけど、もしかしたらたまたま通りかかって動画見ちゃってる皆さんは分かりますか、どうですか。多分魚の顔ってみんな一緒に見えますよね。ていうか俺なんて最初の頃グリーンアロワナとシルバーアロワナどこが違うのか分かんなかったです。本当にグリーンアロワナとシルバーアロワナがどこが違うかも分かんなかったレベルでしたね自分は。というわけでこんな感じです。でまあ糞もね結構下に散らばってますね。でダットニオたちがワーム食べてくれてもいいんだけど食べなくなっちゃいましたね。というわけで奥の方にワームが浮いてるんですけど、あのフォーバータトニオがワーム食べてくれればいいんですけどね、うん、さあ行け、うん、で食わないんかい、ちょっとフェイントすぎる。よし、おっ、行ったね。あ、行かないと思ったけど行った。というわけで、はい、まあ、光沢違うなと思ったけど光沢は一緒っぽいっすね、なんとなく。まああんまり大きな喧嘩もせずに綺麗に育ってくれてよかったなと思って。ヒレ裂けもほとんどないですね。喧嘩多分いっぱいしてたら相当結構ヒレ下げてると思うんですけど、まあ、ちょっと下げてるか下げてないかぐらいな感じなので、まあ、うまくいってくれてるかなって思ってます。そうそう、でブラックアロワナなんですけど、まだねちょっとルカ層で今ちょっと飼育してて、前ヒレちょっといろいろボロボロになっちゃったんですけど多分水質合わなくて、今のところヒレがねそれで復活してきて綺麗な感じに生え揃ってきたので、またね近くにアップしたいなとは思ってるんですけども、今ねちょっと撮影しづらい状態なので、まあちょっと春くらいまでねまたちょっとしっかりとアップしたいなと思ってます。春っていつですか、みんなのところの3月くらい。というわけでご視聴いただきありますご視聴いただきありがとうございました。もしよければまた次回の動画を見てみてください。それではまたおやすみなさい。